前回に引き続きカードデッキ考察をしていくよ。今回は徳川斉昭と幸運をそれぞれ考えていきます。全国対戦であまり見かけない徳川斉昭、士気6で武力プラス4とぶつかり合いは苦手な号令ではあるものの、効果時間が長めで同じ士気6武力プラス4の各会長にあるからサブ号令としての運用には向いていそう。武力7で作機構の特技も優秀、鉄砲火力を上げる士気6号令として下妻ライデンとポジションが近い。武力プラス5、デメリットなし、斬撃ダメージ上昇と汎用性では下妻ライデンが勝る。幸い効果時間やコストといったサブ向けの要素では徳川斉昭に運があるから、サブ号令としての運用を前提に考えるよ。そして同じコスト兵士のサブ枠としては里見義隆がライバルになる。里見義隆は式5やから本願寺賢女などの式7号令との合わせに向く。ただし3度効果時間に下方修正を受けていて、効果時間には圧倒的な差がある。大抵の計略と落ち合えば先に切れるから気軽に打つには心もとない。計略頻度がある程度高くなるなら徳川斉昭の効果時間が頼りになるはず。そのことから徳川斉昭は火力重視の号令を採用したデッキに投入し、使い分けることでこのカードの長所を活かせると考えたよ。リスクの高い計略を打てない場面ではじっくり戦える徳川を使い、徳川の火力では足りない場面でもう一方の計略を使うことでお互いの足りないところを補い合えれば理想的。これにて徳川斉昭の考察を完了とします。続いての患者は幸運。一見すると槍力のような存在感はあるものの、移動速度が遅い槍兵の4コストはあまりにも重かった。計略体制や撤退時のリスクからフォローできるカードが1枚欲しくなる。今回は対号令の性能が高い構築を探していくことにするよ。直近調整で効果時間が 5.2 カウントから 6.0 カウントに上方修正された。効果時間が短いこの計略にとっての 0.8 カウントはかなり大きいけど、士気が7と重いからこれ1本で戦うのは難しく使う場面も選ぶタイプ。槍力と違って乱撃効果はないからべったり張り付かれたり損撃を出せるスペースを塞がれると辛いとこがあるかな。なのでまず一つ目の案としては号令勝負に強い全体強化を採用する方。平野智盛は直近調整で上方修正が入り効果時間が少し戻ってきた。村松殿は敵計略の対象にならない効果を付与できるからダメ系対策に。月ぴよはスペックがよく計略も優秀、さらに高武力の前衛兵士と相性の良い対応と月の双剣を選択肢にできる。続いて三つ目はこちらも上方修正の入った毛利輝元を採用した構成。幸運が苦手な敵にべったり城に張り付かれる状況に強い斉藤智信と、4コスト撤退時には式4の超絶強化になる長崎龍を採用して幸運にとって辛い状況を守りきれるようにしてみたよ。今回はテーマ的に全てを幸運に託すのではなく他の計略と使い分けて幅広い相手に守れるように組んでみたよ。というわけで2種類のカードの構築考察でした。またまたコメントやリクエスト募集しています。ご視聴ありがとうございました。